はい、ブロガーのココナッツです。本日3回目の動画の、ご紹介となります。あれからですね、ちょっと小道の方に、分け入って、まあご覧の通りの、まあなかなかの、まあ名物スポット、初めて来た人たちにとっては迷うという方の名物になってしまうかもしれませんが、これは決して筑波山の名誉を貶めてるわけではないので、誤解なきようにしてください。初めての人はね、やはり知ってる方と一緒に、登山と同じですよね。どうですか？ここもまたね、綺麗に日が映ってるんで、非常に綺麗です。もう少しね、あと5日から10日早いだけでも、もう少しちょっと赤いカエデとかモミジの方に色やツヤが残ったんではないのかなと、まあ、それだけはちょっと悔やまれますね。あ、まあ、いや、といってもね、逃した魚が帰ってくるわけではありませんから、ロシアかどこかのことわざじゃないですけど、こぼしたミルクを嘆くよりも今あるミルクをまあ大切にしろと、そういうわけですね。いけるでしょう。こうやって日が出ると、特にね、この手の赤みを刺すのは本当にね、綺麗に映ります。呆れるほどです。ただ今日ちょっと筑波山ですからね、当然といえば当然なんですけど、ちょっと横風がいつもより心持ち強いです。ですから、まあレンズ交換の時はね、必ずボディの CMOS センサーの方を下に向けて交換をする。これを皆様にはキヤノンのみならずニコンさんであろうが、私も彼女の使ってるニコンであろうが、ニコンの F マウントであろうが、オリンパスさんであろうが、ソニーさんであろうが、心得てほしいなと思ってますね。特に最近フルサイズのね、ミラーレスなんていう、ミラーレスの弱点というのは、まあ欠点でも、利点でもあるんですけど、私どもは同棲中の彼女が使ってるニコンと違って、このドアの開閉に当たるこのフランジですか、ミラーの反射がありません。機構がね、ダイレクトにこのセンサーに直射する形になるんですね。ですから、まあ余計な気候のない分映りはいいんですが、当然副作用も存在します。まあさっきの話に出てきたダストデータとか、そういったものに対してはね、特に神経を使って、使用していただければなと、そんな風に考えてますね。いやー、すごいな。なんか中盤のペンタックスとかね、ハッセルブラッド、何するものだという言わんばかりの解像度です。すごいです。ようやく明るくなってきたな。私もね、今はちょうどですね、画角的に汎用性の高いですね、この24から105ミリっていうのが、これを使ってるんですね。少しはお分かりいただけたでしょうか。いやー、鳥が綺麗だな。すごいですよね、本当にね。まあ実際ここの紅葉のシーズンはね、有名ですから、地元のみならず全国からもね、皆さんもみじ狩りにちょうどね、今がまあ最後のシーズンですよね。
もみじだけではなくてね、このちょうど萌え木色、僕が一番私はあの好きな色なんですけど、あの黄色と緑のさ中間の色って実言うと一番好きなんですね。拡大してみましょう。いやーすげえな。これ自然が作った色なんだもんな。でも考えてみますと、昔のそれこそ平安とか奈良とかそのあたりの時代の人たちっていうのは、こういう自然の色をヒントに、あの十二人とかね、色を作っていた。萌え木色っていう自分の好きな色もちょうどその時になんかできたって話ですよね。だから考えてみると800年1000年の歴史があるんですよね。すごいですね、色一つとってもね、バカになりません。ここはね、下ってちょっと横にそれたわけです、さっき。じゃあ再びちょっと上がってみましょう。ね、見えますね、先ほどのゲートが。いかに急勾配かっていうのは、お分かりかと思います。はあ、こっからのね眺めもいいんですね。ちょっと逆光がたまに傷なんですが、よいしょ、あれはすごいんですね。ではちょっと早速クローズアップしてみましょう。ちょっとボケちゃってますね。ちょうどね太陽があそこですからね。ほら、まあ、キラッと光りましたよね。あ、これでようやく綺麗に改造してます。実に見事に改造してますね。さすが 4K ですね。さらにですね、石段をちょっと半段ばかり下りまして、よいしょ、ちょっと太陽の光線が邪魔にならないところに、どうです、ね、ここもあの毎年のように僕もあの、ね、撮影するにするんですね。比較的お山が分かっている方は必ずここであのもみじのシーズンには撮影しますね。いやーすごいな。ま、じゃあ、自分の方も、静止画の方で EOS 90D で早速あのこの周辺を撮影したいんで、まず動画の方はここで失礼させていただきたいと思います。